ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロン夢見の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで、またまた、今までにも行ったことのある、ロココ村に行ってみたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。またね、いろいろと変更点があるらしいので、一眠り500ブレでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では、夢をお取り入れするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、ロココ村に出発。はい、ロココ村に到着。かわいい。地面の前で座がかわいい。夢の世界へようこそ。あなたは今、ロココという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のロココの世界をご堪能遊ばせ。ロココ村。あ、いいな。なんかこのハートの部分超好きなんやけど。このハートの部分超好きなんやけど。そしてすごい、なんて言うんやろ。ピンクとかもあるんやけど、パッと見、こう青がすごい目立って、で、雪も降りよるし、めっちゃ冬って感じ。冬って感じ。そ、季節もね、前回冬じゃなかったんやけど、こう変更しているらしいので。よし、プリンセスで行こう。まあね、現実でももう、冬になるから。はい、お着替え、お着替え。じゃーん、こんな感じでプリンセスになりました。いいね。はい、そして、ルイ16世、今日の狩りは何もなしだった。今日の狩り？狩り？狩りエド？あ、なんか、この、ロココ村、登場人物自体が結構変わってるらしく、まあ、村長さんは一緒。で、あとね、もう一人、マリー・アントワネット御用達のデザイナーさん、ベルタンも一緒なんやけど、他の人物たちはね、結構変わってるらしいんで、楽しみにしていきたいと思います。はい、で、このルイ16世はマリー・アントワネットの旦那さん。あ、同じ格好だわ。なるほど。じゃあ私はさっき奥さんとして話をした方が良かったかしら。これがルイ16世で、これが、まあ、奥さんのマリー・アントワネットってことやね。で、周りに、こう、兵士たちが、二人を守っていると。で、ルイ16世はフランス革命の時に処刑されたのと、アントワネットを美化するために愚鈍な王とされてきたが、革命前は国民に慕われる善良な王様だったらしいです。趣味は狩りと錠前作りとちょっと地味。もっともそのために意外と締まった体つきだったらしい。なるほどね。なんか王様って結構、勝手なイメージで、ブヨブヨした感じの、イメージがあるけど、シュッとした感じいいね。はい、左側。いいね。ワンコたちがいっぱい。私は今、自然と触れ合うアントワネットということでいいかな。良きだね、良き。え、狩られるわけじゃないよね、別に。猟犬とかそういうことかもしれない。趣味狩りって、あれなんかな？地味なんかな？それもよくわからんけど。はい、右側の部屋へ。お、右側は書斎？いいね、いいね。ちょっとね、あれだよね、最近また私、読書を開始したいなと、読書したりとか、あと何気にこう、資格とかの問題集読むの好きなんやけど、そういうのをちょっと再開したいなと思いつつ、あるんよね。はい、そして2階へ。お、2階は、もっともっとこじんまりとした感じではあるけど、こっちの方が重要な場所なんかな？兵士がおる。
きっとそういう感じなんだろう。ファンに囲まれた生活っていいよね。はい、お邪魔しました。あれ、どっか行った。あ、いたいた、どうも。ってことで、次ちょっとまたお隣さん、あ、どうも。フェルゼン、マリー様のためなら何でもやる。怖い、なんか暴走しそうな感じ。はい、それじゃお邪魔します。このフェルゼンっていうのはフェルゼン伯爵、スウェーデンの貴族で、フルネームはハンス・アクセル・フォン・フェルゼン、アントワネットの愛人だったらしいです。愛人、旦那さんと動物の家一軒挟んで隣に住んでるよ、大丈夫か。パリの仮面舞踏会でアントワネットと知り合った。その後遊び仲間として交流していたらしいんだけども、革命中アントワネット一家を助けようと亡命の手引きをするが失敗、その後母国に帰国。アントワネット一家を助けようと、え、失敗、めちゃくちゃ悲しい感じやん。そしてここにも登場するアントワネット、ちゃっかりいるのね。ちゃっかり家にいるのね、メイドさんも。はい、それじゃあ左の部屋へ。左、なんかすごい悲しげな音楽が流れている。やっぱこのフェルゼンを表しているんだろうか、この悲しげな音楽。はい、そしてこっちからはいけないね。はい、右側の部屋へ。右側はなんか白で統一されとってめっちゃ綺麗。やっぱ白いピアノはいいっすよね。ただ白い家具いいよね、この白地に青いライン、すぐ汚しそう私。やっぱり貴族の人たちはね、そういうところきっちりきっちりしてるんだろうな。てか汚してもね、メイドさんたちがきっちり掃除していってくれそう。はい、それじゃあ2階へ。ん？ 2 階めっちゃ広くてびっくりした。さっきのルイ16世がすごいこじんまりとした感じやったけん、そういうのを予想しとったけど、めちゃくちゃ金あるやん。なるほどね。このお金で、マリー・アントワネットの心を掴んだと。違う？違う？そういうことではないの？いやでもルイ16世も別に普通にお金は持ってたんじゃないの？知らんけど。知らんけど。はい、お邪魔しました。はい、それじゃあ反対側、あっち側にある2軒行ってみよう。あ、ここか。ここはなんかちょっと花のアーチとかあるけど、どうなんやろ？アントワネットじゃないやろ？違うんすかね？家の中おる？お邪魔します。あ、ここはベルタン。ベルタンは、まあ、前回から引き続きおる、ローズベルタン。アントワネット御用達のデザイナーやね。私、ファッション大臣よ。一応この、ベルタンは、と、家の位置が変わっている。家の位置だけが変わっているらしいです。なんで、とりあえず部屋とかは前回の動画を見てもらえたらと思います。すごいよね、なんか、村長さん、まあ、マリー村長？村長さん以外の家はね、全部建て直ししたらしい。やばくない？私にはそんな根気がない。お。いたね。パンがなければブリオッシュ。ブリオッシュ。パンがなければケーキを食べればいいじゃない。っていうセリフをね、よく耳にするけれど。
このマリー村長のモデルはもちろんマリー・アントワネットで、オーストリアの公女として生まれ、後にフランス王妃になる。フランス革命の時に処刑されてしまったよね。で、パンがなければお菓子をと言ったとされるが、本人が言ったわけではないらしい。そこら本人が言ったわけではないっていうのは聞いたことあるよね。で、意外にも小煩悩で母親としては優秀だったとされる。まあ、愛人とかおったかもしれんけど、その辺は隠しつつ、子供のことはちゃんと大事にしとったと。まあ多分、母性とそういうのは別なんやろうね。わからんけど。はい、それじゃあ左の部屋へ。お、これは？これ、あれやんね。フェルゼン伯爵。なるほど。まさかのここで、旦那、ルイ16世ではなく、フェルゼン伯爵が。フェルゼン伯爵が、という感じ。え、この青い子はもしかして子供？さっきもなんか、ね、マリーの横におったけど、え、そういうわけではなく、家族ぐるみのお付き合いですか？そういうことですか？わからんけど。まさかの。ほら、ね、マリーの隣に、あの、青い服の女の子が。はい、それじゃあ、奥の部屋へ。そう。奥の部屋は、まあ、こういう感じで。あれかな？メイドさんたちというか、そういう感じなんかな？この青い服の子たちは。そして、ここには、ルイ16世が。そして奥には神父様。え、こうやって、結婚式、ね、ルイ16世と結婚式を挙げているというのに、左の部屋では、愛人を待たせていると。え、つら。どっちの気持ちもつらいね、男の人たち。悪女やん、悪女。はい、ちなみにこの村長さん、マリー村長さんの家は、まあ、この、今さっき言った左側の部屋、愛人がおった、左側の部屋と奥の部屋以外は、まあ、ほとんど変更点はないらしいので、それも、前回の動画を参考にしたり、実際に行って見てもらえたらと思います。前回ね、モーツァルトとか、ま、登場人物でおって、モーツァルトの家とかもね、残したかったらしいんだけど、ま、余裕がなかったと。まあね、キャラクター、人数制限あるしね、無限に住まわせれたら、あれなんかもしれんけど、無限に住まわせれたら、やばいな。もう動物の街が出来上がる。動物の街、人間だらけになるけど。はい、ということで、ちょ、待って、誠一さん邪魔。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。私が世界史ではなく日本史専攻やったけん、特に世界史をこう深く掘り下げていくことはできんかったんやけど、そういう感じのね、複雑な人間関係があったと。